おはようございます。のんびり経済学者のケンジです。いつもご視聴ありがとうございます。ですね、昨日はですね、ツイッターの方でですね、だいぶ議論になりましたけれども、いまいちですね、うまく伝わらなかったかなと思いましてですね、もう少しですね、ちょっと説明をしてみようと思います。はい、ですね、通貨の量に対してですね、GDP に対してですね、通貨の量は増え続けてるじゃないかということで、ですので、通貨の量を増やしても GDP は増えないということだったんですけれども、なぜ GDP が増えてないかと言いますとですね、1980年からですね、まあ90年、日本はですね、この90年ぐらいまではですね、徐々にですね GDP は上ってきてたんですけれども、90年ぐらいからはですね、まあ大体横ばいなわけですね。それに対して通貨の量はですね、ずっと増え続けてるわけですね。ということはですね、GDP から通貨の量だけを見てもあまり意味はないわけですね。要するにこの1990年に何があったのかと言いますと、まあ1989年ですね、89年に消費税が導入されましたね。そのちょうどまあそれぐらいの年ですね。それぐらいの年からずっと GDP は横ばいなわけですね。それに対して通貨の量は増え続けているわけです。ということはですね、通貨の量を増やしても GDP は増えないと見るのではなくて、GDP が増えないようにずっと増税されているということなわけですね。そういうふうに考えないといけないわけです。ですけれどもですね、昨日の話ではですね、 GDP と通貨の量とこの2つだけを比べて、この2つの指標だけを比べてですね、通貨の量が増えても GDP は増えないじゃないかと、まあそういやそうなりますよねっていう話です。そのたったそこだけをですね、そこだけを比べればですね。ですけれども、GDP が伸びないようにされているわけですから、 GDP が普通に伸びていれば通貨の量に対して GDP も伸びていくわけですね。はい、ですので原因は増税だったっていう話なんですね。はい、まあそこにですね気づいてない人が多くてですね、この説明なかなか難しいわけなんですけれども、まあ今回もですね、この動画でもうまく伝わってないと思います。はい、ですのでまた、先々ですね、また何回もですね撮り直そうと思いますので、その都度見てくださいね。はい、それではですね、皆さんもこの GDP と通貨の量、これをですね、もうちょっとよく考えてみてくださいね。はい、それでは今日ものんびりと参りましょう。